つながる系のレッドカイです。今回なんですけども、カイジの映画が公開されるということで、今回は E カードで対決していきたいと思います。まあ、今回も対決なんで、やっぱり罰ゲームがあります。今回の罰ゲームは、負けた方が繁華街行って、チャンネル登録を増やす。ほんで、奴隷と皇帝やったら、やっぱ皇帝の方がまあ有利やね、全然有利やし、皇帝側は今回下位にやってもらって、で、奴隷側を連にやらすわ。奴隷側の罰では罰は罰は普通にチャンネル登録を増やして、皇帝は皇帝は1万払うプラス、かつチャンネル登録を増やす。なるほどね。そう、まあ奴隷って言ったら、まあ俺ぴったしじゃない。お前はもうもう常に奴隷やから、もういつも奴隷やし、そう、人になりたいです、早く人になりたいです、早くってことでやっていきますか。やっていこう。お願いします。カードの説明します。これレン奴隷ね、奴隷だこれレンね。で、奴隷側がこのレンってカード1枚と、この市民4枚、で、皇帝、まあ、これ俺ね違う、俺ね、ディーラーよ、ディーラー。皇帝が1枚と市民4枚、で、圧倒的に皇帝の方が有利ねんな、4枚、そう。で、皇帝はこのレンが奴隷出した時しか、そう、加点。うん、俺はね、俺は皇帝が出されて、俺は奴隷を出さなかったら勝ち目はないと。あと全部出したとこで負けや。で、カイの方はこの皇帝出したら、皇帝出した時にレンが奴隷以外のものを出したら俺は負けねん。そう、そういうことやな。そういうことや。うん、だからレンの負けに。もう企画終わりでいいっすか。だからもう今からレン罰ゲーム。はい、ありがとうございます。早速レッツゴー。ちょっと一回戦やっていきますか。やっていこう。じゃあ来てもらっていいっすか。おお、任しとけ。まあ今回5回勝負して、まあ皇帝は一発負けたら終わりです。そう、で、奴隷はもう1回でも勝てば勝ちなんで、そう、その一発で罰ゲームが決まります。マジヒレつくのこれ、怖え、マジで。どれ一番左側にシュート。お、ありがとう。うん、オッケーオッケー。あ、ほんとや、もう勝った。いやー、怖いな、これ。俺、念能力使えたらな。皇帝一番右にしといた。お、オッケー。俺、右か左分からんもんな。じゃあ、カード決めたら、俺に渡して。オッケーオッケー。いやー、どうすっかなー。まず何から出していこう。もうインスピレーションになった。えぐいな、まず1回戦結果やいかに。オープン。おーい、あ、怖い、ほんめえ、これマジで。いやー、マジで土地狂ってくれんかな、あれ。おーい、やばい。おーい、やべ、あと3分の1か。シャッフルせんでいいか。こえて、シャッフル、シャッフル、シャッフル。あ、マジか、これマジ怖いんやけど、これ。あ、ちょっと言い忘れてましたけど、まず皇帝がカード決めて、奴隷が次にカード決めるっていうルールなんで。うん、怖いな。だから奴隷は皇帝の反応を見てカード出すんですよね。ああ、なるほどね。怖いな。いや、お前に関してはわからん。お前に関してはわからん。でもこれ減れば減るほど皇帝が追い詰められてっとくからな。だから、お前は逆に有利になってる。そうそう、だん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 、勝ち率上がってっとるやん。そうそうそう、強気でいけって。もっと強気でいけ。切りつけー。それ違う。ちょっと何言ってるか。切りつけは分からん。なんでこんな叩かれんの。
リピートしてほしいの。パターン読めてきたね、もう。思い出さんだ。もう読んでます。ああ。ガタンです。ああ。罰ゲームは奴隷に対して1万円払って、で繁華街に行ってチャンネル登録を増やすと。ああ。でそのチャンネル登録の何人増やすか、とりあえずルーレット決めっか。でその前にちょっと一個いいですか。お前もう奴隷になったしも立場逆転や。デコだぜ。あ、顎で言う、顎で。奴隷にはなってないぞ。え、ん、ごめん、うん、皇帝は皇帝やん。はい、ということで罰ゲームをしていきたいと思います。この白塗りでチャンネル登録者数を増やしていきたいと思います。でね、人数なんですけど10人、15人、20人でこのルーレットを回していきたいと思います。いきます。何が出るかな。10人だってくれ。15人。今チャンネル登録者数が何人や、37人です。37人なんで、何や、52人まで登録者を増やしてからみんなと合流していきたいと思います。やっていきます。50人になりましたね。50人の終わりなんですよ。
よ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。